おっとっとっと、悪い悪い、緊急召喚みたいな感じでな。新名シャルルマーニュ、クラスはセイバー。もっとメジャーな名前があるにはあるが、そっちは別口ってことでよろしく。伝説、いや噂通りの英雄の姿、存分に見せてやるぜ。最初のが冒険者仕様なら、こっちは将軍仕様ってとこかな。軍を指揮するときはこういう感じでないと威厳ないからな、俺。おっと、変化なし。よし、続けていこうぜ。の、マスター、どうしたどうした？遊びにでも行くのかい？よーし、冒険だ。冒険に出ようぜ。魔獣退治にでも行くとするか。ここはとても騒がしくていいな。ちょっと前の大キャンプを思い出すぜ。あの時の連中もほぼほぼいるな。おっとマスター、どこに行くんだい？邪魔にならないようなら遠慮なくついていくぜ。二人でかっこよさの極み目指そうじゃないか。うん、召喚されてよかったと思うよ。ここはかっこいいものだらけだからな。とはいえ、やっぱりカルデアで一番かっこいいのはあんたさ、マスター。どんなことがあっても立ち上がることができる人間、前を向くことができる人間ってのは、もうそれだけでかっこいいんだぜ。そしてこれが王たるシャルルマーニュだ。とはいえ王らしい記憶はほとんどない。だが王たるものに必要な覇気くらいならば存分に出せると思う。ではよろしく頼むぞ、我がマスターよ。そして最後にまた冒険者に戻るっと。やっぱり俺はこっちがいいな。向こうのおっさんには悪いが、やっぱ王政は真面目で誠実な人間がやるべきなんだよ。俺は気まぐれいい加減なくらいでちょうどいい。王は万民を救い、俺はこぼれた人を救う。少し前にそう取り決めたんだ。てわけで俺はあんたを救うぜ、マスター。果物食べるかい？の、マスター、どうしたどうした？遊びにでも行くのかい？よーし、冒険だ。冒険に出ようぜ。魔獣退治にでも行くとするか。ここはとても騒がしくていいな。ちょっと前の大キャンプを思い出すぜ。あの時の連中もほぼほぼいるな。おっとマスター、どこに行くんだい？邪魔にならないようなら遠慮なくついていくぜ。二人でかっこよさの極み目指そうじゃないか。この姿だと少々堅苦しくなるが許せ。王様というのはそういうものだからな。うん、召喚されてよかったと思うよ。ここはかっこいいものだらけだからな。とはいえ、やっぱりカルデアで一番かっこいいのはあんたさ、マスター。どんなことがあっても立ち上がることができる人間、前を向くことができる人間ってのは、
もうそれだけでかっこいいんだぜ。俺は少々複雑な事情を抱えているサーヴァントだ。召喚されたのは奇跡的と言っていいくらいのな。良い仲間を持って幸運、いや光栄というべきか。いずれにせよ、我が命は君のために。我が勇士ともどもよろしく頼むぞ、マスター。